これ今1号船ね、向こうやな。どれどこ、ここ、はい、これが今2号船やね。1号船はこれは前方後円墳やけどね、向こうは円墳かね。はい、これで行ってみましょう。フェンスしてあるから大変なんですよ、これ歩けない、なんかね。これ歩いていきましょう、あの向こうまで、300メートルぐらいあるかね。直線距離で300メートル。そしてあの上が内村さんの墓が見えんけどあるんですけどね。これ手前はね全部、削ってますからね。手前も円墳の方も削ってますね。こうやからね、ちょっと後ろがあれば 40m のね前方後円墳の可能性あるやろうね。左方向です。あ、左方向ですか。はいはい、今2号墳、はい、ちょっと道が狭いからね、これね。今2号墳、あれ見当たらんな。どこ行ったんだ、あれあれあれ、あ、もっと左か、あ、こうか。豪がありますよ。あ、ここなんかあんねんけどね、あれ、あ、なんだろうな、あれ。あれ、後で、あの辺覗いてみようか。ね、この辺もなんかもう本当に、古墳がいっぱいあるの雰囲気だけどね。あ、これや。あら、これも行かれへんのか。これ今2号墳ですよ。これは円墳みたいな形だけどね。あの上になんか立ってるけどね。目的地は敵が立ってんだけどね。お疲れ様でした。はいはい、着きました、着きました。どういう体かな。観察画みたいにね、高くね、盛り土してたんだけど。あの上にね、石碑が立っとんだけどね。なんか書いてあるかね。ちょっと確認できるな。どこか登れまへんか。登れませんね。どうだったんだろうね、これ。円墳、宝墳の上に円墳。わからんな。あらら、これ無理やな。もうちょっと見やけどね。これそこ横までこうずっと畑ね、田んぼになっとるんで。
はい、今井2号墳でございました。はい、ありがとうございました。